小野寺らは、日本の陸軍軍人、翻訳家。最終階級は、陸軍少将。1897年、岩手県伊沢郡前沢町出身。町役場女役、小野寺熊彦の長男として生まれる。12歳の時に、熊彦が病死し、本家筋の農家、小野寺三次の養子となる。当の中学校、仙台陸軍地方幼年学校、 陸軍中央幼年学校を経て、1919年5月、陸軍士官学校を卒業し見習い士官。同年12月、陸軍不評少尉に任官し、不評第29連隊府となる。翌1920年に発生した2港事件を受けて、ニコライフスクを保証占領し、1921年第29連隊は、アムール川口地帯守備のために、 二校に派遣される。小野寺も最初で最後の戦場での勤務を行い、現地でロシア語を習得する。1928年12月、陸軍大学校を卒業し不評、第29連隊中隊長となり、合図若松へ赴任する。当初は、ドイツ駐在を希望して、外国駐在試験を受けていたが、ロシア語の能力を見込まれて、翌1930年3月、 陸軍不評学校教官として千葉に転任。上官の小畑俊志郎大佐に目をかけられ、赤軍研究を集中的に行い、ロシア専門家としての道を歩み始める。1932年3月、小畑の人事異動に従って、陸大教官に転身。ここでも本来の講義と別に個人で赤軍研究を継続する。研究を経て、 ロシア革命後に機械化を進めた赤軍に対する脅威を主張するようになる。陸大在任半年で参謀本部第二部ロシア班に引き抜かれた。作戦課長として参謀本部に配属されていた大畑の手引きで1933年5月ハルピンへ赴任。語学研修の傍らで国境視察なども行い、赤軍の作戦などについてレポートをまとめている。 帰国後の1934年8月、陸軍不評調査に進級。1935年12月、ラトビア公使館不武官に発令され、翌1936年1月、首都リガーに着任。ラトビアを含むバルト三国は、西欧の大祖祭前。小野寺が赴任した、当時の日本公使館は補佐官もいない少所体で、あったが、バルト三国の重要性を認識した小野寺は、 本国に掛け合い、隣国のエストニア・リトアニア公使館・副部官を兼務するようになる。三国の参謀当局は、地の利はあったが資金面から、諜報範囲が限られていたため、日本側が必要な諜報活動費を援助した。また、当時ベルリンの中毒大使館には、参謀本部直属の諜報工作組織があり、大祖工作員を要請していた。工作員はエストニアから、 ベープ志向を通して、ソ連に送り込んでいたため、エストニアに掛け合って送り込むための高速船の手配も、いった。1937年11月、陸軍不評中佐に昇進。1938年6月、参謀本部ロシア化に復帰、直後に発生した、チョーコボン事件の対処に当たった後、同年10月、中止が派遣軍司令部府として、上海に派遣される。 当時中国大陸で進行中であった日華事変の収束策として参謀本部の品川王朝明政権の樹立による和平交渉を検討していたがロシア側は大祖防衛のためには事変を早期終結させるべきと考えており小野寺は武漢にこもる蒋介石との直接の交渉を起とする小野寺は市内のアスターハウスホテルに事務所を置き自前の特務機関を構えた メンバーには、軍人は一人も含まれず、共産党転校者を中心に20人ほど採用した。1939年5月、香港において、板垣聖司郎陸将と国民党の暮れ、海崎組織部副部長との直接会談を行う、根回しを行うが、王朝命工作を進めていた、影佐佐田明の巻き返しに会い、通らなかった。6月には本国へ戻された上で、 陸大教官に就任、事実上の祖先となった。同年8月、陸軍不評大佐に進級した。1942年12月、ドイツ陸軍上級大将以下、独立海空軍の将校らと移る小野寺ら1940年11月、スウェーデン公使館副武官に発令され、翌41年1月、ストックホルムに着任、12月に太平洋戦争を迎えた。 情報活動の他に、クリプトテクニック社から最新の暗号機械を買い付けたり、ピアノセントボールベアリングを調達しドイツ経由で本国に送っている。1943年8月、陸軍少将に進む。この頃から SD 国外情報局長であるバルター・シレンベルクと共に和平工作に従事する。オノデラの送った機密情報は、無情報と呼ばれ、 海外からの貴重な情報源となった。部情報の部は、ミハウリ・ビコフスキーの上官ブジェスクフィンスキーの頭文字で、ある。大戦祭末期には、ヤルタ会談での密約につき、ドイツ降伏から約3ヶ月後にはソ連が、日ソ中立条約を吐き、対日参戦するとの最高機密情報を日本に打電している。陸軍中枢はその情報を信じず、 アメリカとの和平の仲介をソ連に期待し続けた。敗戦後の1946年3月に日本に帰国復員したが、同年7月まで戦争犯罪人として、スガモプリズンに拘留された。戦後は妻ユリコと共に、主にスウェーデン語の翻訳用に従事する傍ら、スウェーデンの文化普及活動に努めた。最晩年に NHK 特集日米海戦不可なり、 ストックホルム、小野寺大佐発始球電で取材インタビューが行われ、1985年12月に放映された。この番組は、第12回放送文化基金賞を受賞し、小野寺の対戦中の活動に証明が当てられた。図書記事、論文、小野寺新薬、百合子夫人と協約。ありがとうございます。